中国で旅客機墜落事故を伝える CNN の放送が突然遮断されました。放送では何者かが意図的に墜落させた可能性を指摘していました。中国の国営テレビですね、 CCTV は普通に放送を続けていますが、左側アメリカの CNN、カラーバーになりました。突然放送が遮断されています。中国国内で19日、132人が死亡した今年3月の旅客機事故を伝える CNN の放送が遮断されました。事故について何者かが操縦システムを人為的に操作し、機体が急降下して墜落した可能性があると報じていました。こうした報道に関する外務省の定例会見でのやり取りもホームページ上から一部が削除されていて、中国国内で報道規制が敷かれている可能性があります。